はい、モーショントラックを解説していきたいと思います。モーショントラックというのはですね、画面上に映っている、まあ、こういったオブジェクトとかですね、そういったものを追尾する、トラッキングする機能の一つです。例えばですね、ある、例えば特定の色とかもしくは、輝度明るさを持ったものをですね、そこからですね、ターゲットとしてそれを追尾していってキーフレームに変えてくれるといった、形になります。じゃあですね、ちょっと、説明の方をビジュアル的に解説していきたいと思います。まずですね、ここに、女性が、リンゴがありまして、上から垂れてきています。はい。このリンゴをトラックするというのをまず行っていきたいと思います。ちなみにトラックしたものってのは何するか、例えばこれ今アップルと、書かれたテキストなんですけども、例えばこのアップルと書かれた文字をリンゴに追尾していく、そういった、映像の方を作っていきたいと思います。まず、モーショントラックを行うにはですね、何に適用するかというレイヤーをまず当てはめてみましょう。今回はこのアップルと書かれた、文字レイヤーですね、テキストレイヤーを追尾するということを前提にやっていきたいと思います。じゃあまずですね、このリンゴのドットムービーをダブルクリックして、レイヤーパネルを開きます。レイヤーパネルを開きましたら、はい、ツールからトラッカーというのがあります。はい、ここを選択しますと画面の右にですね、こういったトラッカーのパネルが表示されているのが確認できます。さあここでですね、トラックとスタビライズというのがあるんですが、まずはトラック、まさにこのボタンですね、ちょっと押してみましょう。はい、押しますとこの画面中央にトラックポイントというのが、ターゲットみたいなのが現れました。これですね、ちょうどこれをですね、どこに、追尾させるかというところなんですが、もうお分かりのようにアップル、つまりリンゴのところにこれを持っていきたいと思います。さあここで掴み方なんですけども、ちょうどこの、中心点と内枠、まあ外枠と内枠の間でもいいんですが、この間の枠を掴んでいって移動させます。はい、こんな感じです。そしてはい、このように持ってきます。はい、ここでのポイントなんですけども、内枠と外枠はこのような形で調整することができるわけですね。まず、ここのバッテン印、これは当てはめたレイヤーもしくはエフェクトの中心点、つまりここが中心となりますよということを指しています。そして、内枠の方はトラッキングするリンゴの色ですね、このような形でこの内枠は赤色ですよ、そして内枠の中と外枠の違いを出すためにこういった形で範囲を設定してあげます。つまりこういうふうな形にはならないわけですね。内枠と外枠が違いますよというところを設定してあげます。ですからここではもう赤以外の部分ですね、そういったものを選択されているという形になるわけです。さあ、ここの設定がありましたら、早速、トラッキングを行いたいと思うんですが、トラッキングはですね、1X と Y 以外に回転またスケールなどに対しても行うことができます。これはまた後々解説していきたいと思います。さあまずトラッキングを行うんですが、はい、ここにあります再生方向に分析っていうのを押します。はい、そうしますと今こうリンゴが、再生されて落ちたのが再生されていると思うんですけども、早速トラッキングが開始されています。つまりここの、はい、リンゴに合わせてこのトラックポイントですね、トラッキングのトラックポイントが同じように移動しているのが確認できます。ちなみにですね、今回の今やっているのはグリーンバックのところに、まあ、赤色のリンゴ、非常に、まあ、トラッキングしやすいですよね。なんせ障害物がほとんどないという形なので、まあ、極端な話赤と、まあ、緑ですね、グリーンの、その色の違いだけを、まあ、認識しているといった形になるので、これはもうほとんど、トラッキングの間違いはなく行えると言っても問題ございません。さあトラッキングどんどん続けていくんですが、トラッキングはですね、画像の解像度が高いと、時間がかかります。例えば SD だったら、720×480 とかですね、まあ、DV のクオリティでやったりだとか、ハイビジョンですとやはり画像が1900とかになってしまいますので、かなり時間が、かかります。例えば 4K のファイルとかで、トラッキングすると、かなり時間がかかってしまうので、まあ、その分ですね、早い CPU を搭載した PC とかを使うことをお勧めいたします。はい、なんとか手の上にたどり着きました。はい、そしてラストまで行くとトラッキングが終了です。
終了しました。終了しますと、今までの軌道がキーフレームのようにこのような形で移動しているのが確認できます。そして新たに下にこのトラッカー1っていうキーフレームですね。これがトラックポイントとして加わってきました。つまり一つ一つの場所、トラックポイントがこのようにしてキーフレームとなって記憶されているわけです。さあ次、ターゲットを設定なんですけども、ターゲットは、はい、Apple と書かれた文字ですね。はい、ここを OK をしまして、適用を押します。適用しますと、X および Y、縦と横ですね、両方に適用しますよ。これ X軸だけ、Y 軸だけっていうのももちろん選択で選ぶことができます。今回ここでは両方やっていきますね。では、OK をします。はい、OK を押しますと、もうすでにここの位置ですね、Apple の位置のところに自動的にキーフレーム、トラッキングしたポイントのキーフレームが割り振られまして、自動的に追尾がされているといった形に